の呪術師アブドーラ・ザ・ブッチャー、例によってジャイアントキマラを従えて日本武道館に入ってまいりました。そしてドリーファンクジュニアがリングから降りている。リングから降りて花道、おっと、30分の一本勝負、95ジャイアントシリーズ最終戦です。例によってドリーハンクジュニアはブッチャーを挑発いたします。青コーナー先陣を切っているのはキマラ。このドリーの挑発にブッチャーが乗るか。リングに片足を入れましたが、もう一度青コーナーに下がります。ブッチャーを意識しているドリー、ロープワークを一つ見せました。背中、褐色の肉塊がキマラであります。170キロ、モンゴリアンチョップ。ナンダローコーナーにドリーを詰めていった。ここはエルボースマッシュ、そしてパンチで応酬であります。ドリー、おー、左右の連打、左右の連打、そしてエルボースマッシュ。切れ味はいささかも衰えておりません。拳を握りしめます、ドリーファンクジュニア。このドリーファンクジュニア、1942年2月3日インディアナ州インディアナポリス生まれ、53歳です。グレートテキサン、1963年にプロレスデビューを果たしました。キャリア32年ということになります。キマロをロープに振ってカウンターのエルボー、大きく後ろにのけぞりましたがダウンはいたしません。ここでダウン、ドリーのエルボースマッシュにたまらず膝をつきました。2発目、そしてサイドのヘッドロックに抱えているドリー、ナックルパークで打ち込んでいきます。サイドのヘッドロックにキマラを捉えています。ロープを背にしたドリーです。ドリーをロープに振ってキマラヘッドバット、ドリーダウン。ここでブッチャーにスイッチ、青コーナー。さあブッチャーとドリーになった。これはドリーにとっては願ってもない展開。ブッチャーを意識しています、ドリーファンクジュニア、うん、しかしブッチャーの地獄突き、空手殺法を受けています。もう一度ダウン、そしてまたキマラにスイッチだ。このキマラとブッチャーのコンビ、早いタッチワークです。赤コーナーはドリー、まだ1回もマイティの上にタッチをしたことはありません。青コーナーにハンギングされました、釣られたドリー。あーっと膝のあたりにキマラのボディアタック、そしてもう一度ブッチャーのサポートがあります。ドリーがちょっと捕まっています。キマラの170キロの巨体がドリーの左膝を痛めつけていきます。さらにはブッチャーのキック。キマラはこの体格には似つかわしくないほどの跳躍力を兼ね備えております。ジャンピングボディープレス、それからダイビングボディープレスも得意としているキマラ。一方ブッチャーは毒針エルボー、そして地獄好きであります。レッグロックに捉えましたキマラ。ドリーファンクジュニア頭を抱えます。1969年2月にはジン・キニスキーを破って第46代 NWA の世界ヘビー級チャンピオンにも輝いています、ドリーファンクジュニア。この全日本プロレスには初登場、1973年の7月でありました。ドリーファンクジュニアです。この秋全日本プロレスも23周年を迎えています。この全日本プロレス、ジャイアント馬場と並んで歴史を作ってきたドリー、そしてブッチャー。ブッチャーの毒針エルボーがドリーファンクジュニアの左足に命中しました。今度は地獄突き。それにしてもちょっとドリーファンクジュニア53歳捕まりすぎであります。
ここは一つブッチャー、キマラ、この攻撃をかわしてマイティーの上につなぎたい。マイティーが赤コーナーからニュートラルコーナーを回ってカットに入りました。ヘッドバットはブッチャー、顔が赤く紅潮してまいりました。ドリーファンクジュニアです。互い締めにされています。キマラのキック、そしてショルダークローに入った。神戸を垂れますドリーファンクジュニア、蹴り上げる、チョップで応酬。キマラショルダークロー、今度は背後からです。バックに回っています。背中が見えているのはドリーのパートナーマイティーの上。赤コーナーまではまだ距離があります。2人の位置はリングのほぼ中央です。5分経過です。この5分間赤コーナーはドリー出ずっぱり、マイティーにつなげません。このドリーファンクジュニア、次のシリーズ世界最強タッグ決定リーグ戦では福地正信と組んでエントリーしております。一方の青コーナーはブッチャー、キマラ組、もちろん今年も参戦。全10チームによって次のシリーズ世界最強タッグ決定リーグ戦が争われます。体を入れ替えましたキマラ、ドリーをロープに振って、あっとベアハッグに行くところドリーがよく見ていた。そしてブレインバスターの体勢だ。170キロを持ち上げました。ヤンヤの喝采であります日本武道館。ブッチャーのカット、しかしローリングしてマイティーの上。ここで赤コーナーはファーストタッチであります。さあマイティーどうするか。ドロップキック一戦、まだキマラは倒れない。パンチ、そしてナックルパート、いつものようにマイティー、おっと今度は裸足のキマラに踏みつけ攻撃、左続いて右足を踏みつけました。これはなかなか考えた攻撃。そしておっとレッグホイップは不発、逆に抑え込まれたマイティピンチ。レッグホイップに行ったところ、上から巨体がのしかかってきました。さあキマラから青コーナー、ブッチャーへのスイッチ、2人の攻撃だ。ダブルのショルダー、マイティモンドリ打って倒れます。さあ残ったのはブッチャー。ニュートラルコーナーからキマラがまず突進ボディープレス、続いてもう一度ブッチャーのサポートでキマラが飛んできました。試合の権利があるのはブッチャーとマイティの上です。一度青コーナーに下がりかけましたが、レフリーに促されてもう一度戻ってきましたブッチャーです。マイティをどうしようというのか。ヘッドバット、ゆっくりと崩れ落ちますマイティ。上から見据えるブッチャーです。ここでキマラにスイッチ。もうブッチャーの額から後頭部にかけては汗がびっしょり、雫になっております。キマラが入ってきました。ガウジング、かきむしっていきますマイティ。赤コーナーのドリーにスイッチ。ドリーが入ってきます、エルボースマッシュ、下から突き上げます。キマラが突っかかっていきます。サイドのヘッドロック、膝を捉えたドリー。マイティの上、よくブッチャーの動きを見ています。さあドリーはどうするか。おーレッグホイップマイティの上、そして後ろへ抱え上げましたドリーファンクジュニア。スピニングトーホールド、18番グレートテキタン、地獄好きのカットであります。18番スピニングトーホールドを見せました。そして一方マイティの上はこちらも得意技、サマーソルトドロップ2連発、そしてすかさずフォール。ブッチャーの動きを牽制しているドリー。カウントは2、あと1つのカウントが取れませんでしたマイティです。ロープに飛ばされます。ジャンピングネックブリカードロップ。さあ今度はマイティが抑え込まれた。エルボーでカットはドリー。ブッチャーが入ってくる。ブッチャーの線の先にはドリーがいるが、お互い潔くコーナーに下がりました。キマラのギロチンドロップ、マイティがピンチです。カットに入るドリー。さあここでブッチャーが出てきた。戦いが2つに割れます。ブッチャードリー、そしてキマラマイティです。マイティが大の字だ。マイティが大の字。さあキマラがダイビングボディプレス、
さあバンジキュースか、カウント3、ジャイアントキマラ見事に前に井上から3カウントを奪いました。95ジャイアントシリーズ最終戦、ドリーマイティ組対ブッチャーキマラ組の戦いは勝負タイム10分05秒、ジャイアントキマラ最後は見事にダイビングボディープレスでマイティ井上からホールを奪いました。勝利を収めています。日本武道館に詰めかけたお客さんに最後の最後までファンサービスをいたします。ブッチャーキマラコンビ95ジャイアントシリーズ最終戦をいい形で締めくくりました。全日本プロレス中継スタート、この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。